ということで今日は彼岸花を撮影しに京都の方までちょっと来てみました。初めて来るところでどんなもんかと思ってたけど結構咲いてる。結構咲いてますね。ただまあまあそろそろ終わりぐらいかな。終わりぐらいですかそろそろ。ああ持ってきてる。なんか持ってきてた。アップも怖くない。動画ですから、動画ですから補正できませんけど大丈夫ですか？大丈夫です。いいですね、それ。確かに。ツルツル、肌。お肌ツルツルです。めっちゃ笑ってるねんけど。笑ってるのすらわからへん。笑ってるよ、でもこれも。こいつも。ああ、それを笑ってると捉えれば、笑ってるかもしれんけど。はい、じゃあ行きまーす。よいしょ。いろいろ人の処理は大変やな。ちょっと待ってね。ホワイトバランスを矯正します。OK。縦で行ってみようか。行きまーす。じゃーん。ちょっと一回しゃがんでみようか、じゃあ。うん、その辺で。結構奥は咲いてるんよな。奥は咲いてる感じを。出したいんだが、手前がカッスカスやねんな。手前な。どうしようかな。どうしようかな。ここ。ここ立ってみて。映らない、ギギンとかも来て。木の影とかは逆に映らん。あの木の影とかは。ちょっと待ってな。おるよ。ちょっと待ってね。調整するわ。せやな。こっち車やもんな。車あるもんな。ちょっと待ってね。え？嵐のやつ映りそうで。ああ。そうやな。人が多いね。人多いね。じゃあもう一回お願いします。うん、全然。なんか落ちてきた。え、落ちた？なんか落ちてきた。パサパサって言った。立ち位置、ごめん、ちょっとこっちに行こうか。うん、そのぐらい。で、行きまーす。怖いな、落ちてくるの。なんか落ちてきたで。松ぼっくりかな。やったらいいけど。で、外の方に体振って、うん、そんぐらい。で、ちょっと上見まーす。OK。ごめん、やっぱちょっと気に近づいて。体？うん。これぐらい？その、行き過ぎた。うん、そんぐらい。で、もう一回外側向いて、で、また上向きまーす。人が入ってきた。人が入ってきたな。一瞬やな、一瞬。一瞬を狙うな。
ここならいけるかも。車が入るな、ここでも。やっぱりキツネなんや、向こうの人も。いや、みんな一緒なんや、やることは。ここならいけるか、ここならいけるか。うん、いい感じ。行きます。ちゃんと奥なんでした。ごめん、ちょっとレンズ変えます。本当は今日はレンズのレビュー的にさっきのズームレンズを使おうとしてたんやけど、この場所はどう考えても110mm の方が、110mm 単焦点が合うのでレンズを変えました。 110mm で行こう。ごめん、ちょっとだけ気によって、ちょっとだけ、数センチ、数センチ。何ついた？花粉。花粉？花粉ついたわ。花粉か。頑張って、人で人を隠す。どう？うん、いいんじゃない、いいんじゃない。バンケン、バレるかな、バレるかな。微妙に見えるのがバレるかな。よし。背後霊が。背後霊が。背後霊バレるかな。怪しい感じは出てる。まいっちゃん。チャンス。あかん。チャンスを意識しすぎてフレーミングが甘い。フレーミングが甘いぞ、これは。いいね、いいね。いい感じです。ちょっと明るいか。ちょっと安入い感じでいきます。得意なやつ。得意な安入い感じでいきます。オッケーオッケー。うん、めっちゃいい。うん、いいね、いいね。いい感じ。今超チャンス。ごめん、ちょっと木からもう一回離れてもらって、5センチ、もうちょっとかな。うん、そんぐらいで行きます。オッケー。お、チャンス。人が消えた、チャンス。オッケー。で、鼻筋ね、ちょっと外を意識。で、うん、その角度。その角度綺麗。もう一丁。いいね。めっちゃ映えるわ。その服めっちゃ映えます。映える？うん。いい感じ。OK。うん、いい笑顔。もう気持ち下がりたいな。もう気持ち下がりたい。OK。あ、めっちゃいいんちゃうかな。ちょっとそのままね。もうちょっと下がったらめっちゃいい気がする。めっちゃ下がったった。行きまーす。ちょっとトリミングいるな、後で。もう一丁。もうちょっと寄るか。ここやな。もう一回、左上の方向いて。そう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 。めっちゃいいです。前ボケが欲しい。前ボケどっかで入れたいな。前ボケ無理か。前ボケないな。よいしょ。この上の木で行くか。行きまーす。よいしょ。よいしょです。よいしょ。オッケー、いい感じです。こういうとこはですね、フレーミング、隅のフレーミングがめちゃくちゃ重要で、これわかるかな？
この辺にね、ちょっと白いのがあるのと、こう完全に隠して、ヒガンバナのとこで切るのとでは、広がるイメージがね、この写真だったら、外側にもヒガンバナがあるんじゃないかなという想像をさせるので、隅っこの処理の仕方が結構重要っすね、これは。いい感じ。めっちゃいいっす。こんな感じ。わあ、赤いね、うん。いいね、いいね。赤い、赤い。木の存在感すごいな。木の存在感がすごい。木主役。ちょっともう一回連続やるわ。今日は、しゃがんでみようか。使うとき言うてな。え？お面。あ、お面使うときな。暗くなってからでもいいけどね。そうやな。お面どこで使うかやな。これなぁ、微妙かもなぁ。あんまりおらん？生首になるなぁ。そういうこと？首だけ出ちゃうね。いまーす。うん、でも綺麗。生首やなぁ。え、立とうか。立とうか。うん、立った感じで。いきます。よし。行きまーす。こんにちは。一応今日はレンズのレビューなんで、この45-100 の F4 を試そうと思うんですが、やっぱ僕は広角のポートレートは苦手や。得意じゃないな。うん。広角、この。いろいろ、いろんなもの入るから？そう。ここは完全に望遠の方が合ってるね。でもまあまあ。うん、いいかな。もう一回外側向いて上向いてみようか。体が少しこう、うん、そのぐらいそのぐらい。で、もっと上向いてみて。うん、オッケー。よいしょ。よし、今のうちにじゃあお面使ってみるか。はい。ペンって出てきたわ。まずじゃあ抜いた、これいらんよ。まあな、しっかり被るんじゃなければな。言おうとくれ？そう。ちょっと待てや。投げられても絶対届かんやつやで、今のは。今のは届かんやつや。あ、でもちゃんと紐、ちゃんとしてるな、結構。ちゃんとした紐やな。OK。よっと待ってね。ちょっと人待ちです。ちょっと人を待ちます。うん。縦ならいけるかな。よし。いきまーす。あ、いいね、いいね。え？そうやな。でも、今の角度やったら大丈夫。うん。で、顔になるべく近づけて。そう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 。そしたら大丈夫。お、人いなくなった。ラッキー。いきまーす。あ、いいよ、いいよ。結構いいよ。赤いよ、赤いよ。いきまーす。一回正面向いてくれる？うん。で、半分隠す感じ？そうそうそう、あ、そう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 。半分が赤い、ここ半分。そんぐらいかな。うん。半分マンぐらいでお願いします。何だっけ？なんとかマン。半分マンで。ストレッチマンじゃないか。ストレッチマンって誰？半分のやつ。まあ、ズームレンズは楽っちゃ楽やな。いろんな画角でこれで撮れてしまうのが楽なんだけど、楽ゆえに。よいしょ。前ボケ欲しいな。前ボケが欲しいな。やっぱさっきの機かな。
前ボケが欲しい。すぐ前ボケを欲しがる傾向がある。もう一回行きます。座らんから。うん、いいよいいよ。パッと行って、そのまま。行きまーす。あ、いいね。いい感じ、いい感じ。赤ちゃん。あ、オッケー。一回抜けようか。仕込まれた疑惑や。こんな感じで。あ、赤いですね。赤いですね。こんな感じ。いい感じ。いい感じ。うんうん。随分赤い。今ので限界かなって感じだったな、ここは。これ以上は。これ以上は何もなさそうだった。やっぱ殺菌とかやなぁ。こう向きにしとかなかったらこう向きなんじゃ。うん。あの、やっぱ木のとことか立ってたら綺麗やもんな。ああ、そうやな、うん。え、さっきのあの斜めの木やったよな、先ほど。そう。この辺が一番綺麗かな。この木の付近ぐらいがいいな。ここ？うん。ああ、いいかも。身長欲しいなぁ。身長は足の？ちゃう、俺の。それはちょっと俺の身長が欲しい。ちょっと上から行きたいなぁ。あ、そうすればいいんじゃん。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。ヒガンバナの見え方問題。あれがもっと向こうに。これこっから乗ったらいけるんじゃん。そうなんやね。かわいいね、めっちゃ。あ、いけるかもしれん。マジで？ちょっと一回これで。いきまーす。うん、いいね。いいね。いいよ。ただ、ちょっとレンズ変えたい。これは、今日はちょっと待ってな。今日は4500の F4 のテストのために来たんですけど、ちょっと場所的に100、広角ではあまり撮らなさそうなので、テストは終了。単焦点で行きます。いつも通り。ちょっと単焦点に変えよう。もう少しね、広角が生きるようなシーンだったらいいんですけども、どうしてもこのヒガンバナの咲き方の問題で望遠の方が合いますね。なのでズームレンズはちょっと一旦置いといて110ミリの単焦点でいきます。多分これだったら結構背景処理も楽になるはず。よし、完璧。立ち位置をね、木ギリギリにちょっと行き過ぎた。で、ギリギリまでカメラに寄ってもらって、そう。そんくらいで、レンズキャップついてた。何も見えへん。OK。いい感じ。じゃあ、これで行きましょう。行きまーす。少し体を外側に向けて、そのぐらい。噛まれんといてね。いまーす。いい感じ。いいっすよー。
しょー。うん。いいんじゃないかな、なかなか。いい感じです。もう一回行くね。行きまーす。オッケー。うん。そのまままた上向いて。そう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 。で、お面を俺の方に向けて。そうそうそう。で、自分はちょっとこっちの方向く感じ。うん。そんぐらい。で、両手でもとか。そう。オッケー。うん。いいんじゃないかな。こんな感じ？いいんじゃないかな。オッケーです。よいしょ。そこで一回しゃがんでみようか。うん。あ、いいかも。ちょっと一枚テストでーす。いいね。いい感じ。いきまーす。一応。あ、ここ結構いいね。そうなんや。うん。高さが違う彼岸花が多いので。結構しゃがんでも赤が残る。よいしょ。いいね。いい感じ。うん。かわいい。今日。オッケー！はい、です！です、です、です。ちょっとそのままね。太陽出てきたな。一回眩しい方見てみる？あ、さっきの、そのさっきの角度で、顔だけ。うん。少しね、少し。そのまま、そんなに太陽が見せんでもいいけど。いい感じ、いい感じ。少しにっこりからの、少しアンニュイ感じでお願いします。いい感じです。もう一丁。OK！光感じる？光感じてるね。そうなんや。今雲の切れ花かな。そうなんちゃう？いや、めっちゃいいわ。めっちゃ顔だけ明るい。いい感じ。そのまま。そうやな。そのままちょっとアップも撮りたいな。この辺かな？目の前におる。この辺かな？あー、そこだけそうなん？あげる？な。いや。背景がな、微妙にここだけ、この角度だけ車が映る。ちょっとこっちに変えよう。汗かかれへんの？さすがにちょっと無理やった。よし。一回太陽の方に顔を振ってもらって、うん。そんな感じで、行きます。いいね、いいね。一応。うん。縦でも取っとくか。いい感じ。ちょっと待ってよ。ピントが、ピント後半来た。オッケー！よし、オッケーです。いいんじゃない？いい感じです。一旦出てこようか。出れる？そっちから。よいしょ。タイツの上から。噛まれた？どうし、うん。タイツ入ってからあんまり色がわからんからよかった。色はわからんね。GoPro で撮っとくわ。え？GoPro で撮っとくな。変な人がいます。なんで土壌すくいなん？なんかす
救える救えそうやないとかあるんだけど。あ、今太陽来たな。太陽来てるから。エモいやつが取れるかもしれんな。あ、でもなんかこう。すぐ消えるかも。みんなでもアングル取るとこ一緒やな。ほらほら。もうちょい、まあ、しゃがんでみようか。死んでるけど、目の前死んでた？割と死んでる。死んでないやつがええな。割とこいつは生きてるけど、もう死んでる。遊具が入るな、この角度。楽しいシーソーが。あ、でもいいかも。よし、これちょっと可愛い感じでいきますよ。いる？いつまでいると思うんだ。確かに。一回、こればっかなるから。一回履けてもらおうか。うん。はい。バイバイ。一回履けてもらおう。キツネ。キツネさん。キツネさん。はい、行きまーす。何？いい感じ。手も気持ちあった？行きまーす。大丈夫。プロは脇開けても取れんねん。トンってしたい。いいね。いいタイミングで太陽来た。後ろが明るいんかも。うん。花が光り出した。いい感じ。でも、時間的にはちょっと曇ってきたな。もう一回行くよ。いい感じです。ちょっと。ぴょん。ぴょん。ちょい、アップ。あ、めっちゃアップやった。うん、めっちゃ近いな。鬼アップやわ。望遠レンズやもんな。辛い。ちょっときついな、アップ。オッケー。いい感じです。ちょいテスト。しゃがむ？しゃがんでみる？うん。ああ、しゃがんでみるか。暗いな。いや、まあ、しゃがみちゃうな。なんだろうな。すげえ微妙な感じやな。やっぱさっきの木のとこか。あそこが一番近い。あそこが一番、綺麗やな。うん、どう考えてもここがベストやな。ここが一番咲いてる。一番咲いてるからね。もう一回だけいいかな。ちょっと太陽が来たから、うん。で、ちょっとこっち。立つ。もうちょっと。もうちょっと。オッケー。そこだ。もう一回行きます。オッケー。いい感じ。行きまーす。GoPro めっちゃ外向いてる。明るいな。めっちゃ今来てる、めっちゃ来てる。なあ、太陽めっちゃ来てるな。来てますな。鼻筋太陽でちょっと、眩しそうにしとこうか。オッケー。めっちゃ明るいわ。急にめっちゃ明るいわ。なんじゃこりゃ。めっちゃいい。オッケー。いいじゃん。太陽が来たおかげで。めっちゃ明るい。あ、ちょうど今、どんどん今が、バイバイしていってる。もう一回だけ行こうか。ああ、暗なったな。すぐ暗なるな。オッケー。いい一瞬やった。一瞬だけやったけどよかったよ。ああ、でもまだ明るいな。まだ明るいな。
ちょっとじゃあ、向こうから行けるかな。こっち側、逆側？うん、逆光キラキラがいけるかどうか見てみるわ。この辺来ようか。目がけんや、あの太陽見た。太陽見すぎた。おる、ぼやが。座る？座る？座る？遊具やねんな。遊具。遊具が入るんよな。白線が。遊具と、遊具とテニスコートが入んねんな。めっちゃ暗なった。一瞬で暗なったわ。しゃあないな。気もするけどね。遊具が難しいな。遊具やな。テニスコートは緑やからちょっと。で、顔の向き太陽でまたお願いします。太陽。まあまあ、なんとなしに太陽で。そのぐらいの方がいい。あ、そのぐらいでいいかな。うん、そのぐらいでなんとなし太陽でお願いします。オッケー、もう一丁。うん、いいけど暗いな、ちょっと。ピントこへんな、ほんと KFX50R は。オッケー。暗い。ちょっとね。うん。上から撮ったら遊具消せるかな。ああ。ここが欲しいな。そうやねんな。あ、でもいい感じですな。うん。もう光はパン行き出してきた。そうやんな。もう日没の気がしてきた。あ、かわいいかわいい。微妙にこうかな。いきまーす。うん、いいね。いい感じ。こいつ高いな。うん？ほんまやな。成長期が早かったんかもしれんね。その辺割と綺麗。その辺綺麗やねんな。たまにおるけどちょっとやばいやつ。うん。この辺でも綺麗やわ。高いの持ちたい。あんまり触るとただれるかもしれんで。ただれる？あ、ただれる？かもわからんけど。怖っ。わからんけど。足ただれるわ、それやったら。うん。低いねんな。ちょっとな。あれがめっちゃ、ほんまにあれが花粉がめっちゃ花粉黄色いやつ。へぇ、たぶん、さっきついてたで。ほんまにリュックとか花粉かな。花粉ちゃうかな、生まれちゃう。生まれるで、生まれるな。服から生まれていく。はぁ、あ、かわいい。いいね、いいね。生まれてる、埋もれてるわ。きれいに埋もれてるわ。微妙なこのね、彼岸花の重なり具合で本当に雰囲気が変わるので、こう肉眼で確認しながら一番赤の面積が多くなるところを探しましょう。ここかな。右下の緑を消したいな。となるとこうやねんけど。こうですね。そうそう。でもこっちに回ると今度左がスカスカなるから、緑は我慢して、やっぱこの角度が一番綺麗っぽいね。
よいしょ。少し右から、OK。からの、ちょっとキリッとした感じでいきます。そう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 。OK。いい感じです。うん。結構いい感じ。うん、OK。こんな感じ？うん、いい感じです。ここは、広角でいけるな。こんな感じ。いいじゃん、いいじゃん。なるほど、そうやって見せる。そう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 。オッケー。ネジから少し。そうそうそう。ちょっと奥行き感出して。オッケー。ちょっとアップでいきます。こういう時ズームは便利やね。今日、オッケー。うん、いいじゃん。これなしでもいい感じ。それ、キムチなしでじゃあ。キムチ、定着してこっち。よし。はい、いきまーす。あ、かわいいかわいい。いい感じです。よいしょー。うん。ちょっと目線外してみよう。右上見ようか。右、あ、こっちか。そっち見よう。うん。そうそうそう。顔も少し向こう振って。右上に。うん。うん、あ、ごめん、嘘や。そっちに振ろう。うん。うん、いい感じ。うん、オッケー。いいんじゃない？結構赤いんちゃう？そうそう。こんな感じ。赤い。うんうん。真っ赤っか。赤いビンビン。キムチは。キムチバージョンも。ああ、いいやいいや。うん。いい感じ。収まったここ。収まったな。ちょっとじゃあそのまま収まっていて。広角で撮ったらどうなるかな。It crept and crept, no longer trapped inside. Ooh, the fire welled in.ってことで、今日は、一応レンズレビュー、レンズの試し撮りってことで、やってきまして、最後にね、この動画の後に、作例を載せときます。その作例は、一応4500の F4 で撮ったやつだけ載せますんで、一応まあ参考にしていただければ。でもまあ現像処理とかもね、してるから、まあちゃんとしたレビューかと言われれば、微妙なとこですけど、まあ、こんなの撮れるよってことで。使ってる感想としては、まあ、標準ズームなんで、やっぱり、楽っすね。楽。うん。仕事でもちょっと使えそうなレンズって感じですね。まあ、仕事で使うために買ったのがメインなので。うん。ただ、今日の、こんだけ人がいるような環境で、撮る場合は、やっぱり、広角だったらね、いろんなもんが入ってくるんで、望遠レンズの方が、まあ、今使ってる、110mm の、F2 の方が背景処理は楽っすね。なので、こっからはちょっと暗くなったのもあるので、F4 より F2 のレンズで撮りますんで、その作品はまたインスタとかでアップしたいと思うので、そっちもチェックしてください。ではでは。なんか穴場らしいですけど、人が多いっすな、やっぱり。多いですね。日曜日ということもあって。土曜日やね。あ、土曜日か今日。あ、土曜日や。え、土曜日やんな。土曜日やわ。日曜日やな。土曜日ということもあって。よかった。もう休んでないで、足。全然休んでない。確かに。もう最近曜日の感覚が、曜日の感覚は全然ないわ。何曜日でも一緒やしな。それはそれ羨ましいけどな。昨日飲みに行ったから土曜日かと思ったら、昨日は金曜日やけど飲みに行ったんやったな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうしたらガッツリくらい。
ぼかしとくな。ぼかしといてください。こっちにしとくわ、うん。お疲れ様でした。お疲れ様です。わあ、地元せよ。取れたかどうでしたか。よかったです。赤かった。赤かったね。無事に、うん。無事に取れそう、取れました。大丈夫です。動画でも十分、可愛いので大丈夫です。またよろしくお願いします。お願いします。